はい、皆さんこんにちは。今日はこちらリリース日未定の TCG カードショップシミュレーターのプロローグ版をプレイしたいと思います。こちらのゲームは日本語対応のゲームで、デモ版の方も、この通り日本語に対応していますので、安心してプレイできます。興味がある方は動画の説明欄に URL 貼っておきますので、ぜひプレイしてみてください。ゲームの内容は、プロローグバージョンは製品版の主なゲームプレイを含むが、進行は制限されている。ブースターパックを棚に並べたり、パックを割ってカードを集めたり、自分で価格を設定し、お客さんにカードを売りましょう。ということで、最近流行っているカードゲームのショップみたいな感じですかね。自分はカードゲームやったことがありませんので、よくわかりません。やったことがあるのは昔流行ったカード出すぐらいなので、最近のやつはよくわかりませんが、こちらプレイしていきたいと思います。では早速プレイしていきましょう。さあ始まりましたね。一応 WASD キーで動いて、スペースキーでジャンプ。なんか珍しいですね。こういうお店系にジャンプがあるのは珍しいですが、まあここに行けってことかな。私は自分のカードゲームストアを開くために本業を辞めました。さあいよいよ本題ですということで、これなんだ、すごいね、かなりやる気な人ですね。はい、シムパパカードショップにしていきましょう。店名を確認しますかと、名前を変更する、確認するということで、これで OK。あ、もう誰かクローズドなのに、見に来ましたね。携帯電話を開いてカードパックを買いだめしますということで、タブキーで携帯電話を開くのかな。はい、そして在庫注文。あ、すごいな。アプリがもう本当にカードゲームのお店用な感じになってますね。で、そうすると、なんかちょっと、した、なんだろう、これ、ポケモン的な感じなのかな？ブースターパック。つまり、まずお金は500ドルしか持ってないので、そんなに買えないのかな？で、こちらの、なんか、カードパック64のライセンス。とか、ボックスとかは、お店レベルが上がらないと、売ってもらえないと。で、他にもなんか、フルゲームでは買えるけど、今は買えないよっていうのが多いみたいですね。まあ、とりあえずこちらの、単発なのかな？ベーシックカードパックを買いましょうか。これってなんだろう？ 10 枚入りとか、そういう感じなのかな？ 32 枚入りなのかな？それで単価1枚あたりかわかりませんが、1.43 ドルだよと。何個買えばいいんだ？とりあえず5個買っておきましょうか。はい。やばいな、これ。あ、大丈夫かな？カードゲーム分かった方が面白いのかもしれない。はい、とりあえずこれだけ購入しておきましょう。OK。店の前に届いた荷物を受け取る。わ、もう早速なんか置かれてますね。で、左クリックで取って、右クリックで、違うな。うん、どっちだ？左の、あ、右のホールドで、アイテムを置くってなって、左のホールドなのかな？いや、これ置けないな。やばい、置けない。こちらは、そうすると、R で開ける。これ、あれか、箱から開けないといけないのか。とりあえず開けて、棚には商品がありません。ああ、左クリックで置くんですね。しかもこんな風に飛んでいくし、重ねられる。よしよしよし、これで来る。ボックスは、えい、ぽい。はい、とりあえず他のやつもちょっと行きましょうか。開けて、で、左クリック長押しで置いていくと。はいはい、ガンガン置いていきましょう。OK、で、ぽいしてと。やばい、これ5箱もいらなかったかもしれないな。5箱を買ったけど、置く場所にないかもしれない。大丈夫か？ 4 箱でいっぱいそうですよね。よし、こいつもポイしてと。さあ、あと1箱を開ければ、多分これでいっぱいですよね。棚も買わないといけないな。ただ、品揃えは同じやつしかないけど、結構多いですね。今どうなんだろう？買うのとかって大変なのかな？プレミアムとかついてるやつよく聞きますが、どうなのかはちょっと自分はわかりません。こっちはいけない。利益を上げるために商品価格を市場か市場価格より高く設定する。なんか、携帯にカード価格ありましたよね。
今1パック2ドル39か2ドル39セントみたいですので、下がってるよと、まあ、2ドル40セントぐらいでいいのかな。はい、とりあえずこれで、あとは値段を変える。あ、違う違う、これ取った、あー、ここだが、あ、平均コストがこれなので、あ、ちゃんと市場の価格も書いてありますね。なので 2.40 で利益、あ、利益もうちょっと1ドル出したいですね。え、こんなにカードパックって売り上げ少ないのかな。はい、とりあえずこれにして、あ、全部一緒だからこれでいいのか。で、クローズドをオープンにすると、カウンターの後ろに立ってレジ係を操作し、操作するそういうことね。はい、あー、すごい最近のやつっぽいな。5回のチェックアウト正常に完了する。これ出てお客さん来るの、お客さん、この人らどっちか来るのかな。あ、道路渡った、渡ってない、渡ってますね。確実になんかこっちにちょっとどうしようかな的な感じで向かってる感じがする。吸い寄せられてるような感じで来る。そしてなんかいろいろな決済に対応しそうな感じのやつもあります。あ、違った、あ、来た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 、なんだよ怪しいから一回ちょっとやめとこうかな的な感じでまた来ましたね。 OK、 まあどれでも同じなんですけど、あ、取った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 、よしよし。そしたらこれどうするの、このままでいいのか。で、お金受け取る、 OK、 やばい、受け取り済み14セントか、お釣りも返さないといけないのね。 OK、 で、お釣りを渡す。え、どうするの、与える、与える、与えたい、与えたい。え、ちょっと待ってよ、これどうすんだ与えるで OK ですかね。これでもない、スペース終わり、 OK、 スペースでもう終わればいいのか。はい、ということで2パックでお金受け取る。やばいな、これお釣りがめんどくさいので、お釣りが出ないように返した方がいいかもしれない。 OK、 わ、めちゃくちゃ買ってくれてる。 OK、 このおじさんなかなかやるな。おー、いいね、ちょうどぴったりもらえましたね。よし、さあ、あと2人分売ったら OK みたいですが、あー、ちゃんとあっちの方向に帰ってってるな。さあ、今からあれかな、対戦するのか。これバラすこともできるんですかね。一旦1個取ってみようか。で、オープンパック、お、自分で開ける。ただ、あー、開けるね。単発売りとかもできるのかな。これのレア度がわからん。全くわからん。レア度は入ってないんですね、きっと。なんかレアなやつは入ってなかったのか。さあ、あー、なるほど。自分で集めていくこともできるのか。はいはいはい。あ、そうなんだ。これバラして売った方がちょっと高めで売れそう。はい。そしていっぱい買ってくれてる人がいますね。はい、OK。お釣りは56セント。50と6セント、OK。よし。なんかさっきも来た人が来たな。めちゃくちゃ買ってるな。いいパックが。あ、クレジットカードだ。これ何するの ?36.45 って入れるのかな ?OK。よし。棚にあるカードパックを手に取り、開いて新しいカードを入手します。あー、もう勝手に開いちゃったけど。とりあえず OK。お釣りを渡す。5ドル42セントか。42セント OK。はい、そしたらちょっと棚にあるパック取って開けていくか。さあ、これを開け、違う違う違う、開けていく。来い、レア来い。ミンスターはさっきも取った気がするな。あ、ちょっと待って、お客さん来たよ。新しいやつ来ない。2、4、6、7枚しか入ってない。あ、そんなもんなのか。やばいぞ、なんか異様なオーラを漂わせてる人がいるこれはやばいぞ。よし、カードか。はい、カード受け取って 21.87。 はい、これで OK。 いや、やばい、もうすぐ仕入れた値段のお金回収できそうだ。意外と儲かるな。18.13、
18.13 ですね。よし、OK。ちょっと待って、カードパック取りたいけど、お客さんがめちゃくちゃ来るな。良い価格。お、いいね。良心的な価格に気づいてもらえた。よし、14セント。よし、OK。そして今のうちにパックを取って、今度はこっちの方から開けていこう。よし、ビリビリビリ、ゴー。あー、いや、もっ、あー、来ないな。レア的なのってあるのかな？レアはピカピカするやつですよね。プリズム系のやつかな。やばい、これ、パックそのまま売った方が良かった。プレイテーブルを購入してショップに置きます。そうか、対戦させた方がいいってことか。どれだろう、これ。在庫中も、ちょっと待って、お客さんがめちゃくちゃ来るんだけど。いつ買えばいいんだこれ。お釣りなし。オッケー。わ、これのうち一つをどうか、なんとかって書いてあったな。全然見てなかった。2ドル85セント。85セント。よいしょ。あとは10。オッケー。いや、これ、あ、やばい。またオーラ。すごい緑色のオーラを醸し出した人が来た。これで2ドルは妥当です。オッケー。いい値段つけたってことだよね。めちゃくちゃ大量買いだな。はいはいはい。26.73。あ、やばいやばい。間違えた。はい。オッケー。はい。ああ、なんかあんまりオーラ出してる割には買ってくれない。で、10ドル28セント。28セント。オッケー。で、ちょっと待って。出たいんだ。待って、これ DIY かな？これかな？違うな、これハンマーショップだな。プレイテーブルあった、これだ。プレイテーブル200ドルで椅子が2つつくよと。はいはいはい。さあ、その届く間に一応売りをしよう。お釣りはただ 18.13。18.13。13と。はい、OK。違う。いやー、届いてる、届いてる。よいし。はいはい。ちょっとどいてどいて。で、開ける。違う。ポイしちゃった。開ける。OK。で、回転が R。どこに置いとく？危険だからレジの隣に置いとくか。ここですね。ここでちょっと対戦してもらいましょう。で、これで、ちょっと補充しましょう。箱を開ける。はい、補充しておこう。レアパック。あ、いつもかショップレベルが2になってるな。あ、そして、なんか対戦相手待ってる人いるぞ。はいはい。よし、オッケー。お釣りもなし。はい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 。よし。2ドル71セント。71セント。はい、オッケー。お、対戦するの。対戦し始めた。お、なんだこのポーズは。このポーズ何？むっちゃ悩んでるのかな。え、これは勝ち負けもつくのかな。あ、ちゃんとカード、あの引いたやつのカードになってますね。やばい、この人と同じ、まあしょぼいカードパックしかうち置いてないからあんまり強いのはないのかな。はい、カード、すごいな、クレジットカード対応か。はい、15と。あ、やばい、この人も対戦したいみたい。これあれだな、これ困ったな。これどこに捨てればいいんだ。このゴミ箱か。そういうことか。そういうことですね。 OK。 でちょっと棚とかも買っていきたい。むしろテーブルを置きたいな。もっとみんなでプレイしてもらって、負けた人は強いの欲しくなるからもっと買ってくれる的な感じはあるのかな。よいしょ。28セント。OK。OK。あ、ちょっと日が暮れてきたね。あ、ちょっと見てるね。対戦したいけど対戦できんから見てるわ。よし。じゃあ、もう一個買おう。200。ドーン。あと棚とかもあるんですね。はいはいはい。これ、ああ、もう速攻来るのね。R。今度はこっちに置いておこう。よいしょ。
さ、作ったよ。この人、見てるだけじゃなくて自分もプレイだ。で、お金が結構なくなった。はいはいはい。OK、5ドル42。はい、5ドル間違えた。間違えたけどどうするの？これか。はい、これですね。OK、多くお金を返すのは何の問題もないみたいな感じですね。やばい、結構長いな、これ、プレイ。カードゲーム、そんなもんなのかな。あんまりわからないんで、なんともですけど、結構な時間かかるんですね。そうか。はい、そしたら、スキャンっていうのがあるけど、スキャンはなんだ？お、スキャニングするやつを持ちたいけど、ないな。はいはいはい、6時、もう夕方6時だよ。もうすぐ終わるよ、これ。プレイ早く終わってくれないと返すことできないな。で、お客さん的にはあの人来そうな感じですね。2人来そうな感じです。よしよしよし。あ、すごい。対戦したら場所代的なのでお金が来て負けた人はやっぱり買っていくんだ。よし、いいね。2ドルで妥当ですと。はい、市場とさほど変わらん金額ですからね。若干高いかなというだけ。おお、買わずにもういきなりプレイなのか。もうなんか待ち合わせしたような感じで来ましたね。いきなり座る。ちょっと暗い。ライトつけたい。これか。あ、ライトもちゃんとつけれる。そしてなんか知らないけど、二人とも、マジか、この手札かっていうような感じで、このイノシシカードしか持ってないな。イノシシカード以外はないのか？さあ、ちょっと、今日はもう暗いから終わりにしたけど、これ24時間営業なのかな？わ、やばい、オーラの人来た。さあ、ちょっと怖めのオーラの人も、ああ、オーラの人もプレイしに来たのか。そうか、まあでもこの人らはあれか、相手しなくていいから楽といえば楽なんですね。はいはい、来て来て。あ、嘘だ、このカウンターを突き抜けていくのね。さあ、そしたら、やっぱりイノシシカードばっかりですね。なんか違うスターターパック的なのが欲しいな。でもこれしかない。あ、ここあるのか。アクセサリー。これクレンザーってなんだろう。なんかあの人らの匂いを消すのか。そしてなんかあのダイスの方もありますね。おもちゃ。ああ、なるほど、なるほど。さっきのカードのキャラクターなのか。ということで、ブースターパックしかないので、ダメですね。あ、よしよしよし、帰っていく。はい、この人はもう早かったな。さあ、帰っていきますね。あ、でも買っていってくれるの。それはありがたい。はい、カード。意外とカード楽かもしれないね。よし。さあ、これで6人今遊んでくれましたね。1人来るな。さあ、そして R でアルバムを開くということで、自分のアルバムを開くことできます。わ、すごい。カードの種類。1272枚。めちゃくちゃあるね。D で次のページ。いや、全然ないね。全然ない。これどうしたい？キャンセルは R か。ちょっとパック引いてみましょうか。もうなんか他にも、レアカードをそろそろ欲しいな。いや、ないな。あ、どうだ、金額的には、ああ、結構高めだ。でも、どのカードが高いのかわからん。あ、そして、次の日を開始するには、エンターを押してくださいということで、夜9時まで営業ってことですかね。この人らももう入らない。ああ、そういうことか。不満15。販売したアイテム116。OK。プレイ時間は9時間56。所得の方は、まあ、アップグレードコストがよくわからないけど、まあ、儲かってはいない。いろいろ買ったりしたから、初日は赤字ですよということですね。OK。まあ、今日もとりあえず、品物買わないとダメか。さあ、こっちの64ライセンスをちょっと買っていきましょうか。OK。で、これで、あれ、届かないな。
さあいつもは速攻届くんですけどね。あ、これクローズオープン、このままだ。あ、ちょっと待ってよ、カゴの中に入れただけで買ってないとかはないよね。買ってますね。買ったけど届いてない。え、ちょっと待てよ、いつもなら届くのにな。これとかは違うね。やばい、なんかブースターパック買いましたが届きません。お金だけ取られた。ちょっと時間かかるのかな。え、これなんだろう、閉まってる？閉まってないですよね。来ない、お客さんが来ない。一旦クローズにしてオープンにする。さあこちらですね、オープンの裏がクローズかと思ったら、これオープンの裏もオープンなので、こちらから見えるやつをオープンにしとかないと店が閉まってる感じになってました。クローズにして逆面が勝手にオープンだと思ったので、そのまましてたら人入ってきませんでしたね。ということで今は確実にオープンなので、もう仲間じゃないや、店のお客さん来ますね。で一人はもうずっと対戦相手待ってますが、全然対戦相手が来ないと。そして、自分が頼んだカードパックはいつ来るのかが全く分かりません。もうこれ来ないのかな？なんてことだ。よいしょ。あ、まあ、ひたすらカード売ってまた買いましょうか。ちょっと200ドルは、損しましたが、まあ仕方ありませんね。よしよしよし。さあ、対戦をしてもらおう。これ、あれかな？密かにパック買うよりも、対戦しておいてもらった方が楽なのかもしれないな。とりあえず1個買って、あ、確かにこれやった記憶がないんだけどな。ここをそのまま押してカートに追加しかやってないですよね。あ、そうすると買ってないのかな。そういう感じか。はい、でもなんかめちゃくちゃお金が減った記憶だけある。よし、とりあえずカードを補充しておきましょうか。OK、はい、OK。上の段しかないですが、とりあえず入れておきましょう。で、あと1人対戦してくれれば、一応タスクの方の10名には届きますが、来ないね。対戦相手来ないわ。さあ、この人も待ってますけど、なかなか来ないね。あ、もしくはこれ、買った後に対戦という手もあるのか。19.44。さあそんなことはない、すぐ帰る。よいしょ。さあそしてお客さんの方はまだ来ませんね。さあついにですね、こちらで対戦が始まりましたね。これで10人一応タスクの方は終わりそうですね。あとはまあカードパックの方を買ってもらって、であとプレイしてもらうだけですね。ああ、いっぱい売れるのはいいことだよ。あ、これで OK。支払い 18.3 と。よし。さあ、13セント払って OK ですね。あ、そのまま対戦行くのかな？いや、これ2度美味しいですね。カードも売れて、さらにこの、対戦代を貸してるだけのお金も取れますから。あ、ちょっと待って。この人、そっくりな人来たぞ。2人。はいはいはい。さあ、どうだ？この人らが終われば、とりあえずタスクの方は終わります。その間にレベル3にお店になりましたので、ちょっと何か変わったか見てみよう。よしよし。まずは出て、買えるやつがこちらですね。ベーシックカードボックス。ボックスで買えるようになったのと、アクセサリーがなんか買えるようになったよと。あ、まあ、これは変えたのかな。あとは特に変わってない。まあ、ブースターパックのこの箱が変えるようになったってことですね。よしよしよし。ちょっとずつですが、変えるものとかも増えてきました。OK。結構長いこと戦ってるな。販売のお客さんは来ない。4人ぐらいまでしか来ないのかもしれない。そうだね。4人が限界で、ここに滞在させると、あ、来た。カードシェルフを購入してショップに置きます。買えないの？これかな？カードショップのちっこいやつかな？これもか。あ、カードだからこれ小さい棚、こっちを買わないといけないんですね。きっと300必要で、今はお金を貯めないと買えませんね。さあ、2日目の方が終わりましたね。ただ300ドルの方はできました。
たので、ここで引かれることはないですね。300ドルの方は貯まりましたので、ついにこちらカード棚の方を購入しましょう。購入と、いうことで OK で、ここはオープンにしておくと。はい、これも開けていきましょう。OK、こっちの方に置こうかな。はい、これを設置する。カードを10枚棚に置き、値段を設定する。はい、カードを置きましょうか。自分のやつから置くのね。1ページ目、どれが高いんだろう。レア度が全然わかりませんね。まあ、いっか。左から置いていくか。あー、かぶってるやつから。あ、ちょっと待って。一個一個選ばないといけないのか。こいつも重なってる。しかも値段が全然わからん。D で次のページでしたよね。こいつもだな。な、欲しいやついるのかな？価格が 0.38 なので 0.45 ぐらいにしよう。終わり。やばい、なんかオーラ出してる。はい、これは1ドル40セント、50セントにしようか。あ、これすごいね。一個一個値段つけていかないといけないな。これ安っ。これ50セントぐらいにしよう。まあ、とりあえずお客さん並んでるから早めに、購入したのは売ってあげましょう。2ドル85セント。ということで、はい、ぴったり OK。あ、なんか見たことない新しい女の人来たかもしれない。水色の髪の毛の人は初めてかな。あーと14セントのお釣り。さあ今のうちに並べよう。どれがレアなのか全然わからんな。はい、これも売って、いや、こいつめちゃくちゃ安いな。25セントでいきましょうか。で、そうか、レアなやつがページの後ろの方とかないのかな。そんなことないですね。そう、引いた時に値段を覚えとかないとダメだ。とりあえずこれも0.、まあ、いいか、こちら25セントにしとこう。10セントの利益を乗せると。もういいや、自分で引こう。自分で引いて、高いやつの値段を覚えましょうか。あ、このスライムみたいなやつ高い。サポリン。あとは、激、あ、こいつめっちゃ来た、来た、来た、レア来た。虹の変なやつが高い。よし。あ、そいつを早速売ろう。あ、手に取った。1枚しかないやつ取ったな。虹のやつ、ドイツだ。やばい。あ、こいつ？これか？あ、違う。ここにあるやつか。なんかのエディションって書いてあるな。こいつじゃないよね。こいつか？こいつじゃないよ。え、どこ行った？ちょっと。わかりませんが、15セントにしとこう。いや、並んでるね。ちょっとレア、あ、なんか単発でレアじゃない、カード買ってくれた。2ドルの24セントか。なるほど、これ高いやつ引けばお店的には儲かるけど、高いやつ引けなかったら損をするといった感じですね。OK。さあ、今のうちに並べましょうか。他は、あれ？どこ行ったんだ？レアカード。なんかこいつか。これかな？雲のやつですよね。あー、来た来た来た。これどれぐらいにする？高くして、16ドルとかにするか。ほら、ちょっとレアだから高くしておきましょう。やばい、カードパックがない。仕入れないと。はい、ということで注文かけましょう。こちらのやつですね。これを1個買って、OK。はい、来ました。取って、開けての、並べると。さあ、これで品物の補充はバッチリですね。これ値段変えなくて大丈夫かな？さあ、あと3枚とりあえず設定して売らないといけないと。あ、まだある。危なかった。捨てるところだった。さあ、あと3枚。そういうことか。キャラクターのやつ。絵が一緒でもレア度が違うとかがあるんですね。で、こいつ、うん？こいつ16。これはいくつ？違う。やばい。スラリン。あ、後ろのやつか。2ドルとかにしとくか。
めちゃくちゃ値段が適当。こいつも2ドルにしましょう。OK。やばい。いつの間にか、めちゃくちゃ買ってくれる人が来てる。しかも単発のカードも買ってくれてますね。OK。1ドル68セント。よし。OK。はい。お、なんか立ってるよ。うわ、でっかいの来たな。17.57。17.57。はい、どうぞ。よし。レア売れないかな。この変なやつも売るか。これも2ドル10セントかな。あ、間違えた。2ドル10セントぐらいで売りましょう。で、あれ、やべえ、10枚売るってなってるのに4枚なってるな。なんでだ？もっと並べろってことかな？これは80セントぐらい。で、こちらの星も入れとこう。これは1ドル30セントぐらいにしときましょうか。さあ、ちょっと並べたけど、4枚、あと6枚売らないといけない。雲みたいなやつが意外と高いんだよね。はい、こいつも2ドル50セントぐらいにしとくか。はい、OK。いや、いいね。いっぱいパック買ってくれるのはありがたいですね。OK、3ドル27と。いうことで、しばらく売れるのを待ちましょうか。さあ、ようやく10枚目売れましたね。これは2ドルの方か。レアなやつちょっと高くしすぎたかもしれないな。はい、これで一応タスクの方は終わりですね。100回のチェックアウトを正常に終了するということで、なんだこれ45人、あれかな、相手しろってことかな。で、どれだ？16ドルとかにしたやつがあったと思う。あ、いつの間にか売れたのかな？めちゃくちゃレアなやつ売れましたね。ああ、そういうことか。はい、ということで、まあ、あとはしばらくお客さんをこなしていくことになりそうです。さあ、ようやくですね、あれからどれぐらい3日4日経ちましたが、ようやくタスクの100人まで達成できそうな感じですね。お店の中は、こちらですね。デオダラントスプレー的なクレンザーというのを購入しました。これ、緑のオーラを出しているお客さんに使って、さらになんとですね。まあ、本当にごく稀にしか売れませんが、使ったやつもそのまま戻すと売ることができます。ということで、やばいな。急にお客さんが来なくなったな。自分もちょこちょこ引いて、プリズムですね。レアカードの方は手に入れていますが、まあ、なかなか出ませんね。そして、なかなかこういう新しいカードも出にくくなってますので、ひょっとしたらブースターパック的なのをもっと別なやつに変えないと、ダメなのかもしれません。もし、最後の一人。お客さんが来れば一応タスクの方は終わりになりそうですね。結構レベルも5に上がってお金も700ありますから、いろいろなことができますね。あ、いっぱい買ってきてくれるね、この人は。ほとんど単品売りのカードは売り切れていますので、どう取らない？海蛇のなんかあれか、プリズムのやつですね。こっちの方はどれぐらい買ってくれてるんだろう。わぁ、めったに出ない、このクレンザーが2本出るの、これ、かなり嬉しいですね。85ドルも使ってくれるんだ。すごいね。ということで、これで、しかもこれ100人目のお客さんだ。はい、来ました。ということで、ちょっと次行きたいところですが、お客さん来てるので、行けませんが、OK。基本カードボックスのロックを解除する。基本カードボックスはどれなんだ？ここにはない。まあ、すべてから見ればいいのか。ベーシックカードボックス、これなのかな？パックからボックスに移るよということですよね。あ、違うな。まだあるな。なんかあるな。これがデオドラント、デッキグリーンとかもあるのか。どれだ？ショップレベル7、デッキボックスイエローとかもありますね。いや、この箱かな？説明の方もよくわからないんですけど、基本カードボックスのロックはどれなんだろうな。一回箱買ってみましょうかね。ただ置く場所がないので、そんな買って
でもどうしよう、もし違ったら大変なことになるけど、まあいいや、これいきましょう。ベーシックカードボックス、これいきます。ドーン。はい、そしてあ違う、これ最初に払うのはあれか、ロックの解除だけなのか。あ、そういうことね。はい、ということでこれでタスクの方が全部終わったみたいですね。ちなみにこの人緑のオーラ出てるんですけど、これでかけてあげることによってピカピカになります。なんか嫌がってるのかな。ただこれしかも戻して定価で売ることもできますね。はい、ということでタスクもなくなりましたが、こんな感じのゲームです。興味がある方は動画の説明欄に URL 貼っておきますので、ぜひプレイしてみてください。それでは皆様ありがとうございました。